スノーマン、スノーマンネグロハス、X 原ヨシタカ、冒険少年、の一疎通ゲームチャレンジ、TBS、親友、4年ぶりの共演。人気グループ、スノーマンの目黒ハスが出演する27日放送の TBS 系バラエティ、I、AM、冒険少年、春の脱出等4時間 SP、5、7時では、目黒が親友で、ジャニーズ事務所の俳優、原ヨシタカと人気企画、脱出等に参加する。島を脱出し、4キロ先のゴールにたどり着くまでの時間を競う、脱出等。水と食料を除くアイテムを45リットルのバックパックに詰めて持ち込むことができる、ワンバッグシステムを、いかに知恵を絞って活用するかが勝負の行方を左右する。島で水やら火、食料をどのように確保するのか。そして脱出するためのいかだや船をどんな材料でどんな形で作るのかが見どころだ。今日の放送の番組内では4時間 SP の脱出島挑戦者が発表に。1組目は目黒と目黒の同期であり盟友でもある原が脱出成功経験のある目黒と最強タッグを組んで初参り戦。ジャニーズジュニア時代からずっと一緒に過ごしてきており、ファンからは、原めぐというコンビ名で親しまれていた二人。お互いをリスペクトし、会え、いつかまた共演できる日を目標に、それぞれの場所で頑張ってきた二人が、今回約4年ぶりに念願の共演を果たす。そんな、原めぐ、コンビは一体どんなチームワークを見せてくれるのか。2組目は、熱い肉体派俳優の照英&永井大ペア。昨年、脱出島に一人で挑み、見事優勝した永井だが、次は照英と一緒に行きたいと言っていた。それを受け、照英が念願の参戦。照英は、スーパー戦隊シリーズ、星獣戦隊銀河マン、テレビ朝日で銀河フルを、永井は、スーパー戦隊シリーズ、未来戦隊タイムレンジャー、テレビ朝日でタイムレッドをそれぞれ演じ、共にヒーローとして活躍した。二人は再び子供たちにかっこいい姿を見せることができるのか。そんな2組を迎え撃つのは、ついに今回で20回目の参戦となる、脱出島、絶対王者、暴れる君。今まで様々なサバイバルテクニックを披露し、視聴者を楽しませてきた暴れる君だが、今回はどんな方法で脱出に挑むのか。熱き男たちが白熱の戦いを繰り広げる。ORICON ニュースは、オリコンニュース、株式会社から提供を受けています。著作権は、同社に帰属しており、記事、写真などの無断転用を禁じます。ここまで終わりました。遅れ、他の内容を参照してください。ありがとうございます。トゲ。